では第12回目の宅建業法、はい、では91ページテキスト91ページ8種類制限、はい、これから勉強する8種類制限、これは売り主が宅建業者で買い主が宅建業者でない非業者の場合にのみ、これから勉強する8つの制限、8種類制限の適用があるんです。はい。この組み合わせ以外の場合には8種類制限の適用はないんです。すなわち、売り主も買い主も業者、業者。また、売り主も買い主も非業者、非業者。それから、売り主が非業者で買い主が業者。8種類制限の適用はないんです。民法が適用されます。宅建業法ではありません。はい。売主業者買い主が非業者の場合にのみ売主に課せられる制限なんです。買い主に課すんじゃないんです。売主業者買い主が非業者の場合に売主業者に8種類制限の適用をするんです。売主業者です。媒介業者代理業者には適用ないんです。売主業者に適用するんです。はい。ではテキスト91ページ、テキスト91ページ、まあこれと同じものが書いてありますよね。ではその下、はい、ではこれの図の下を読んでいきましょうね。はい。これから勉強する8種類制限は、売り主が宅建業者で買い主が非業者の場合にのみ適用されます。したがって売り主も買い主も業者の時や、はい、次線引っ張りましょう。媒介業者代理業者には適用がない。代理業者媒介業者には適用がないんです。売主業者に8種類のこうやっちゃいけない、ああやっちゃいけない、こうしなさい、ああしなさいという8種類制限を適用するんです。はい。では次に第1番目の制限ですね。8つの制限のうちの第1番目ですよね。はい。同じページ91ページの ② 損害賠償額の予定等の制限その1と書いてありますよね。はい、では次のページ行きましょう。まず92ページの覚えるの上の上、ちょっと読んでみましょう。92ページの覚えるの上の上、はい、契約違反された被害者は契約を解除し損害賠償請求をすることができると書いてありますよね。はい。民法上契約違反のことを債務不履行って言うんですね。はい。民法上契約違反のことを債務不履行と言います。で、債務不履行された被害者は何ができるかというと、契約を解除し、すなわちその契約はなかったものと扱い、なおかつ損害を生じた場合には損害賠償請求をすることもできるわけです。はい。ですね、この債務不履行というのはどこに書いてあるかというとですね、これは民法で勉強するんですね。はい。民法テキスト244ページの一番上、この字を書きます。テキスト244ページの一番上、債務不履行と書いてありますよね。はい。これは契約違反のことですね。債務不履行された被害者は契約を解除し損害賠償請求をすることができるんですね。そこで債務不履行に基づく損害賠償請求をする場合には2つのことを立証証明しないといけないんです。何を証明するかというと、契約違反の事実、はい、契約違反がありましたよっていう事実と、それから
これだけの被害を被りましたよという損害額、額の証明です。この2つ立証できないと損害賠償請求をすることができないんです。そこで契約違反があったという事実の証明は難しくないんです。例えば移転登記がなされていないとか、引き渡しが1ヶ月遅れたとか、こういったことの証明はそんなに難しくはないんです。ところがいくらの損害額を被ったっていう額の証明は難しいんです。そこでたとえ被害を被ったとしても額の証明ができなかったら損害賠償請求できないわけです。そこでどうするか、損害賠償額の予定をするんです。はい、契約違反があったら100万円払ってもらいますというように、損害賠償額の予定をすると契約違反があったっていう証明だけすれば、たとえ極端な話被害がゼロでも損害額がゼロでも予定賠償額をまるまる請求できるんです。なんでかというと契約違反があったら100万円払うと約束をしたからです。はい、そこで宅建業者がこの制度を利用して儲けちゃいけないということで、損害賠償額の予定する場合には大金額の10分の2を超えてはいけないという制限を作ったんです。はい、例えば売買代金額が1000万円だとしましょう。損害賠償額の予定する場合には200万円を超えてはいけません。10分の2以下としなきゃいけないんですよね。はい、で今勉強しているのは8種類制限の1番目ですよね。ということは売り主が業者で買い主が非業者の場合にのみ10分の2以下にしなきゃいけないんです。さて売り主も買い主も業者は業者である場合には8種類制限の適用はないわけですから、代金額が1000万円で損害賠償額の予定を300万円としても有効なんです。はい、ではテキスト92ページの覚えるのところの丸の1番線引っ張っていきましょう。はい、売り主が業者で買い主が非業者の場合、契約違反を理由とする解除に伴う損害賠償額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金額の10分の2を超える定めをしてはならない。はい、もう一回繰り返してみますな。売り主業者で買い主が素人の場合、損害賠償額の予定する場合には代金額の10分の2以下でなきゃいけない。次、違約金の定めをする場合も代金額の10分の2以下でなきゃいけない。次、損害賠償額の予定と違約金両方を定める場合には両方合算した額が代金額の10分の2以下でなきゃいけないんです。この3つのパターン、もう一回言いますよ、覚えてください。損害賠償額の予定だけする場合には代金額の10分の2以下でなきゃいけない。違約金の定めだけをする場合も代金額の10分の2以下でなきゃいけない。損害賠償額の予定と違約金両方を定める場合には両方合算した額が代金額の10分の2以下でなきゃいけないんです。はい、そこでちょうど同じページの92ページの覚えるのピンク色の編みかけの部分の下、ちょっと読んでみましょう。はい、これは民法の話なんですが、違約金は損害賠償額の予定と推定されます。なので違約金も損害賠償額の予定もまあ同じようなもんだと考えればいいんですよね。つまり名前を変えてそれぞれ10分の2をもらっちゃいけませんよと。名前を変えても同じようなもんなんだから、損害賠償額の予定と違約金両方定めた場合には同じようなもんなんだから、両方合算した額が10分の2を超えてはいけませんよっていうことにしてるわけです。
名前を変えたら2倍になるっていうことは許しませんよという意味なんですよね。はい、そこで売買代金額は1000万円で損害賠償額の予定を300万円と定めた場合、この損害賠償額の予定300万円すべて無効なのかというと違います。10分の2以下は損害賠償額の予定として有効、10分の2を超える部分が無効なんです。全部全体が無効になるのではありません。はい、さて代金額が1000万円で損害賠償額の予定を300万円と定めた場合には、200万円までは損害賠償額の予定として有効で、残りの超える100万円部分はそれは損害賠償額の予定にはなりませんよということになるわけですよね。ではそこの覚えるの丸に、覚えるの丸に、はい、そこ線引っ張りましょう。10分の2を超える場合、10分の2以下の部分は有効、10分の2を超える部分は無効となるわけですよね。はい、では一問一答式の落書き宅建士問題集の136ページの問いの1、136ページの問いの1やっておいてくださいね。はい、では次に93ページ、丸3、手付の額の制限、はい、8種類制限のうちの2つ目ですよね。はい、手付っていうのは契約が成立したっていうことを証拠として残すために渡すお金、例えばこれから宅地や建物を買おうという人、それから売ろうという人、いろいろ話し合いをするわけですよね。値段はどうするのか、ローンはどうするのか、日渡し日はどうするのか、移転登記の時期はどうするのかといったことをもろもろいろんな話し合いをするわけですよね。でどん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 内容を固めていって、じゃあこれでどうでしょう、はい、いいです、買います、売りますというふうに決まるわけですよね。はい、そこでもう口約束をしただけでも契約は成立するわけですが、後からいやそんなこと言った覚えはないよっていうことになると困りますので、まあ、少しでもいいからお金入れてくださいよと、これが手付けですよね。つまりお金を渡したってことはもう話し合いの段階を過ぎて契約が成立したんだなっていう証拠として渡したんだろうなっていう推定が当たるわけですよね。はい、このように手付けというのは最低限契約が成立したんだということを証拠として残すために渡すお金、このような性質の手付けのことを証約手付け、証約手付けって言うんですね。証明の証と約束の約ですよね。証約手付けって言うんですね。はい、どんな手付けも必ずこの証約手付けとしての性質を持っているわけですよね。はい、それから他にですね、特に重要なのが解約手付けですね。解約手付けももちろん証約手付けの性質を持ってますよね。はい、そこで契約をしたら必ず守らなきゃいけません。約束を違えてはいけないわけですよね。はい、勝手に解除はできないわけです。契約をしたら実行しなきゃいけません。勝手に解除はできません。解除できるのは相手方に債務不履行、すなわち契約違反があった場合には債務不履行に基づいて契約を解除することができますが、相手方に債務不履行、契約違反がないのに勝手に解除はできません。ところが解約手付を渡しておけば、たとえ相手方に債務不履行、契約違反がなくてもその手付けによって解除できるんです。はい、宅地建物の売買、マンションを買うとか宅地を買うとか家を買うとかっていうのは大変なことですよね。で契約はしたものの、いやーやっぱりどうしよう、なんか不安になってきたな、やっぱりやめようっていう気持ちになることもありますよね。はい、そこで
解約手付を渡していれば、手付によって、解約手付によって、たとえ相手方に契約違反がなくても解除することができるんです。では、その解約手付の仕組みをですね、見ていきたいと思います。これは実は民法で勉強するんです。これは民法で勉強するんですが、まあ、宅建業法で出てきますので、一応勉強してみましょうね。はい。解約手付を渡したら、買い主が売り主に解約手付を渡したら、例えば100万円渡したら、はい、買い主は手付を放棄して解除できるんです。すなわち、手付あげます。返してくれなくてもいいです。あげます。と言って解除することができるわけですよね。はい、例えば代金額が1000万円で、買い主が100万円の手付を交付していたとしますよね。で、この場合、100万円あげますと。もういりませんと。返してくれなくていいですよと。手付を放棄して契約を解除し、その契約から逃れることができるわけです。その代わり、100万円損しますよね。手付の分損しますよね。はい、次。売り主も解約手付を受け取ったら、その手付の金額の倍戻しをすれば解除することができるんです。例えば100万円受け取った場合には、すなわち200万円返せば解除することができるわけですよね。150万円受け取った場合には300万円、200万円受け取った場合には400万円ですよね。はい、100万円受け取った場合には200万円返せば解除することができるわけです。これを手付倍戻しによる解除と言います。100万円もらって200万円渡すわけだから100万円分損しますよね。手付を渡した買い主の方も100万円損しますよね。売り主の方も100万円損するわけですよね。はい、このように手付放棄による解除、手付倍戻しによる解除をすることができるわけです。はい、そこでテキスト93ページ、テキスト93ページの覚えるを見てくださいね。覚える。はい、そこの丸の1番、売り主が宅建業者で、買い主が非業者の場合、売り主は代金額の10分の2を超える手付を受け取ってはならない。10分の2を超える部分は手付として無効なんです。はい、前のページの損害賠償額の予定も代金額の10分の2を超えてはいけませんでしたよね。そして手付を渡す場合にも代金額の10分の2を超えてはいけないんですね。はい、例えば売買代金額が1000万円であれば、200万円の手付の交付はいいんですが、300万円渡した場合には200万円までは手付として有効ですが、200万円を超える100万円部分は手付ではないということになるわけです。はい、そこで丸に、覚えるの丸に、そこは線引っ張りましょうね。業者である売り主が買い主非業者から手付を受け取ったときは、その手付は必ず解約手付とみなすことになっています。必ずです。はい、例えば買い主が売り主に100万円の手付を渡すときに、この手付は省略手付の意味しかありません。解約手付ではありません。これから渡すこの100万円は省略手付だけの意味を持った手付です。解約手付ではありませんと言ってもダメなんです。解約手付とみなすんです。はい。すなわち手付放棄による解除、手付倍戻しによる解除をすることができる解約手付とみなされてしまうんです。そこで、はい、そこでですね、解約手付によって解除する場合には一定の条件が必要なんです。一定の条件とは、相手方に迷惑をかけないようにする、相手方に迷惑をかけないようにしながら手付によって解除しなきゃいけないんです。
その相手方に迷惑をかけないようにする形で解除っていうのはどういうことかというと、相手が契約の履行に着手する前であれば手付けによって解除できるんです。契約の履行に着手っていうのは契約の実現に手を染める、契約の実現に手を染めるっていう意味です。例えば売り主が引き渡しをしたってことは契約の実現に手を染めたわけですよね。そしたら買い主は手付放棄によって解除はできません。また買い主が代金の一部を提供した、これ履行に着手したわけですよね。そしたら売り主は買い戻しによる解除をすることはできないんです。相手に迷惑がかかるからですよね。相手方が履行に着手した時点では手付けによって解除することはできないという制限があるんですね。はい。では次に、まあ、以上勉強したところで問題集138ページ、問題集138ページの問いの567、問題集138ページの問いの567やっていてくださいね。はい。では次にテキスト94ページ、テキスト94ページ丸4、貸担保責任、貸担保責任の特約の制限ですよね。これも実はですね、民法の知識が必要なんです。はい。これはですね、売り主の貸担保責任とも言うんですが、これはどういう内容かというと、ちょっと見てもよくわからない、見つけにくい欠陥のあるものを売った売り主の保証責任です。ちょっと見てもよくわからない欠陥のあるものを売った売り主の保証責任です。貸しというのは欠陥、傷、欠陥とか傷の意味なんですよね。例えば天井裏の針っていうのは横の太い材木ですよね。天井裏の針に虫が食っていた、ひびが入っていた。天井裏ですから真っ暗です。でなおかつ狭いです。よく見えません。ちょっと見てもよくわからないような、そういう欠陥のあるものを売った売り主は貸担保責任を負うんです。すなわち具体的に言うと、買い主は損害賠償請求と、それからこんなもんもらっても仕方がないよっていうぐらい瑕疵が重大であれば、欠陥が重大であれば解除することもできるんです。はい。ちょっと見てもよくわからない欠陥のあるものを売った売り主は貸担保責任を負います。買い主は損害賠償請求と解除をすることができるわけです。で、この損害賠償請求と解除は瑕疵発見から初めて見つけた時から1年以内に損害賠償請求は解除をしなきゃいけません。はい。ではそこの94ページの括弧の1、民法上の売主の貸担保責任要点をまとめておこうと書いてありますが、その下の民法の規定、買い主はっていう枠の中がありますよね。その買い主はの枠の中、1、2、3読んでいきましょう。これを覚えてください。まず1、損害賠償請求できるわけですよね。次2、瑕疵が契約目的を達成できない程度、すなわち重大な瑕疵である場合には解除することもできるわけですよね。こんな契約はなかったという扱いにすることができるわけですよね。で次3、買い主が瑕疵を発見した時から1年以内に損害賠償請求や解除という権利を行使する義務があるわけですよね。瑕疵発見から2年になった時に損害賠償請求をすることはできませんね。1年以内です。でもう一つ、この売り主の貸担保責任は無過失責任です。赤い文字で無過失責任と書いてありますよね。はい。
売り主がどんなに細かく調査をしてもその欠陥を見つけることは不可能であったと、無理だというような場合でも貸し担保責任を負うんです。買い主は損害賠償請求を解除することができるわけです。すなわち売り主は落ち度が全くなくても、過失が全くなくても貸し担保責任を負う、そういう意味で無過失でも責任を負うという意味で無過失責任、無過失責任って呼んでるわけですよね。はい、例えば宅建業者が建設会社にマンションを作ってもらって引き渡しを得たと、そこでその宅建業者がそのマンションを分譲していく、ところがそのマンションの杭が岩盤に届いていなかったと、売り主である宅建業者が先ほど調査しろって言ったって無理だろうと、無理でもダメなんです、欠陥は欠陥なんです。なので買い主は貸し担保責任を売り主である宅建業者に追及することができるわけです。損害賠償請求は解除ですよね。はい、そこで94ページの括弧の2、94ページの括弧の2の上の上、94ページの括弧の2の上の上、注意と書いてありますよね。ではそこ線引っ張っていきましょう。民法上特約がない場合には買い主には貸し修補請求権はないんです。修理してくださいっていう権利は民法上はありません。あるのは損害賠償請求と解除だけなんです。直せという貸し使用請求権は買い主にはありません。ただし特約をすればいいんですよね。で通常は特約してあるはずですよね。はい、では括弧の2、ここから宅建業法の問題となるわけです。ではそこの覚えるの丸1、覚えるの丸1線引っ張っていきましょう。売り主が業者で買い主が非業者の場合、貸し担保責任に関して民法で定めるものよりも買い主に不利となる特約をしてはならない、無効となるわけですよね。はい、民法上の内容よりも売り主が宅建業者で買い主が素人の場合ですよ、売り主が宅建業者で買い主が業者でない場合に民法上の売り主の貸し担保責任よりも買い主にとって不利となる特約をしてはいけませんっていうことなんです。例えば具体的に言うと次のページ95ページの一番上、95ページの一番上丸一、丸一読んでいきましょう。買い主は損害賠償請求はできますが解除はできませんよっていう特約、これ違反ですよね。民法上は損害賠償請求と解除することができるのに損害賠償しかできませんってことは解除はできないってことを言ってるわけですから、民法よりも不利な特約をしているので違反なんです。で次丸2、売り主に過失がある場合のみ貸し担保責任を負いますよっていう特約、これは買い主にとって不利な特約であり無効です。民法上は売り主に全く落ち度がなくても過失がなくても損害賠償責任を負うんですよね。ところが特約で売り主にその瑕疵発見につき過失がある場合のみ責任を負いますよと、昔の場合過失がない、落ち度がない場合には責任を負いませんよと言うんであれば、損害賠償をしてくれる範囲が買い主にとっては半分になっちゃいますよね、少なくなっちゃいますよね。だから不利なんですよね。はい、で丸4にありますように損害賠償請求解除はもちろんのこと過失使用請求もできますよ、これは有利な特約ですよね。民法上は損害賠償請求と解除しかできないのに過失使用請求もできるっていう特約なんですから、これは有利な特約であり有効なんですよね。はい、そこで次94ページの下から2行目丸2、前のページ94ページの下から2行目丸2、買い主にとって不利となる特約をしちゃいけないんですが一つだけ許されます。
飼い主にとって不利となる可能性、飼い主にとって不利となる可能性があるけれども、一つだけ特約を認めているんです。それが丸2。テキスト94ページの下から2行目、線引っ張りましょう。担保責任を負う期間についてだけは、目的物の引き渡しの日から2年以上となる範囲で定めることができるって書いてありますよね。民法上は瑕疵発見から1年以内でしたよね。民法上は瑕疵発見から1年以内ですから、例えば引き渡しから5年目に瑕疵を発見した、引き渡しから5年目に瑕疵を発見した場合でも、民法であればその発見した時から1年以内に損害賠償請求や解除をすることができるわけですよね。ところが宅建業法ではこれよりも不利となる可能性がありますが、引き渡しから2年間だけ責任を負いますよ。これ有効なんです。引き渡しから2年間だけ責任を負います。引き渡しから3年間だけ責任を負います。4年間だけ責任を負います。というように、引き渡しから2年よりも2年以上となる範囲で、はい、引き渡しから2年以上となる範囲で担保責任期間を定めることができるんです。例えば引き渡しから1年半だけ責任を負います。これは無効です。引き渡しから1年間だけ責任を負います。これは無効なんです。引き渡しから2年間だけ責任を負います。ここから有効になるんです。ここから、はい、2年よりも短い期間を定めた場合には、それは違反無効なんですよね。はい、テキスト95ページの真ん中の方に書いてある図と同じですが、はい、引き渡しから1年間だけ責任を負います。これ無効です。引き渡しから1年と半年だけ責任を負います。これも無効です。引き渡しから2年間でも責任を負います。ここから有効なんですね。はい、じゃあ、引き渡しから1年半のみ責任を負いますよという特約は無効ですが、じゃあ無効ということはどういう扱いになるかというと、引き渡しから2年間責任を負う罰、誤りです。瑕疵発見から1年以内、すなわち民法の原則に戻ってしまうんです。はい、もう一回繰り返してみますね。引き渡しから1年半のみ責任を負います。これは違反無効なんです。違反無効ということは、じゃあどういう扱いになるのかというと、民法の原則が適用されます。したがって瑕疵発見から1年以内に損害賠償請求や解除をしなきゃいけないということになるわけですよね。で、比較問題で、引き渡しから1年半のみ責任を負いますと定めた場合には、この特約は無効であり、引き渡しから2年間責任を負うことになると書いてあったら×、誤り、はい、では、はい、ではテキスト95ページの一番上の方に枠が書いてありますよね。でその枠の中に1234、1、2、3、4、3、4と書いてありますが、その下、その下黒い丸2について右矢印、ちょっと読んでみましょうね。はい、例えば引き渡しから2年間とか引き渡しから3年間責任を負うとする特約は有効となる。しかし、はい、ここから線引っ張りましょう。しかし引き渡しから1年半責任を負うとする特約は無効となり、民法の規定が適用され、瑕疵発見の時から1年以内に瑕疵担保責任を追及しなければいけないことになるわけですよね。はい、以上、洛学宅建士一問一答の問題集の140ページの問いの11、それから142ページの問いの12、14、15、はい、142ページの問いの12、14、15、やってみてくださいね。はい、では第12回目宅建業法終了したいと思います。